言葉になんてならない、手紙をひたすら書いてさ、明日の自分に送りつけてやろうと思ったが、そんな住所なんてない、どこにいるかもわからない、なら僕はこの気持ちどうすりゃいい、なりたくない自分になれた気分はどうですか、遥か彼方天国で神様が指を差し笑う、黙れこのやつただず、早くどっか行ってくれ、サメサメと虹の形が募ってく、やぶに涙にそっぽ向いて、読書に立てこもるテロリズム、いつだって立ってきたやつ叫んでたんだよ、それが間違いというなら言葉より思い出まで抜いてよ、やられたやり返せ、君の番だ、捨てた指の全てを落ちしろ、心の街を落としがれちった笑われたその口が笑いたいさ、今人生だけでた絶望わけもない延長で僕らの反撃前夜、すれば何か変わると本気で思ってた、恥ずかしげも後ろめたさもなくただ思ってた、制服だのなんだの脱がしたやつはどいつだ、そんなこと言う大バカ者はいないよな、心一つない群衆の声に怯えちゃってこもるテロリズム、そうやって拒んできたや逃げてきたんだよ、これが最後のチャンスならこの最悪の舞台はごめんだろ、やられたいやり返せ、君の番だ、まとえやつのラジオに映しろ、心の傷から漏れた目で笑われたその舞台、笑い返せ、人冷やに起きた駅まだ一度隙もいない防衛線、僕らが革命前夜、ボロボロになってでも笑い返せ、君の心は君だけのもの、命は輝いてこそ命だ、転んでも倒れてもつまずいてもスマートして証拠だから、それを笑いだなら伝えてな、それでも作ってやつは回るんだろう、そうだろう、そうだろう、答えておくれよ。